アベレージの車を作るのはできるんです。世界一の車を作るというと全然こう考え方を変えて車を作らないと世界一にならないんですね。だったら全てゼロからやらないとそれは実現できないよね。自動車会社でガソリンエンジンとディーゼルエンジンからトランスミッション、プラットフォーム、シャシー、ボディ全部を一気に変える会社なんて見たことないと。ですから最初に行った時に皆さんに言いましたからね。私は今までの常識を壊しに来たと。もう本当に壊し屋です。デストロイヤーですね。まあ最初笑われましたけど、皆さんに何を言ってんだと、この若造がと。全てをゼロから作り直すことが非常に重要であると。基本的にエンジニアは新しいものを作るときに、前の設計図面を置いて、その設計図面のこことここを改良してっていうある下敷きを置いて書きたくあるんです。それが楽なんです。それではこの今のスカイアクティブでできなかった。世界一を目指すと、全部白紙に戻してクリーンのペーパーの上に自分で設計図を書き始める。車会社を始めたと同じように全て私がするわけですから、そこからやろうと言ってゼロからスタートするんですね。とは、世界一の機能を最も効率的に作れという考え方のもとに作った技術の全てです。昨年の1月でしたけど、自分がやりたかった車のプロトタイプができて震えが止まらなかったですね。走った時に笑いと震えと叫んでましたから、車の中で一人でうおー言って。ガソリンエンジンで言えば圧縮比といってピストンがこう上下する時のシリンダーの中の空気が圧縮されたこの圧縮比、フェラーリがプレミアムガソリンで 12.6 ぐらいなんですけど、まあ、我々はレギュラーガソリンで14という、まあ、世界一の圧縮比を実現できていること、非常に自分の心を表したような車にしてます。踏んでみてください。スッと出ていきますし、グッと力持って出てきますし、考えてみると自分の一生の人生の中でこんなチャレンジをさせてもらえることってありえないですよね。本当にプレッシャーですよ。すごいプレッシャーですけど、こんなチャレンジをさせてもらえるなんて絶対に楽しい人生ですよね。広島という文化を背景の中で生きているところもあるので、チャレンジスピリットとかね、飽くなき挑戦という気持ちなんかは忘れないようにしないと、そういう目でも非常に厳しい目で見ていただくので、広島の人たちには負けないように、はい、夢を持っていきたいと思って。